あ、どうも。今日はちょっと遠い感じですが、ここにね、ベイカンシーが、空間があるんで、今日はゲストを呼んでます。ガイチが語るガイチですが、芝居のことをね、一緒に語ることができる、こっちには映ってないね。ちょっと映ったか。仲間を呼びました。人呼んで、地獄の兄弟、お二方に登場してもらいましょう。どうぞ、まずは僕。ボケないでよ、ボケないでよって。どうも。あ、こうだから、だから。あ、こぼさない。はい、こぼさない。あ、つかない足で人んちなんだから。もう、すいません。ダメだよ。どうも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 。はいはい。もういきなり、あ、足残したの。はい、人んちでブシペをこうして。あんた、細かいんだから俺は。いや、細かいですね。はい、ということで。お願いします。ということで、今日お二人呼びました。じゃあまずこちらね、あ、地獄の、何兄弟うちの、五兄弟、五兄弟のうちの今日は3が揃ったということで、はい、ね、今いい感じでパラエを打つなんだけど、俺はこっちが喋ってるから、あんたこっち喋ってるから、ね、そうそうね、でまあ、はい、地獄3兄弟揃いました、はい、まず役者なめたけつろう、はい、どうもなめたけつろうです。まずはそこありがとうございました。はい、隣、はい、はい、役者大蔵、はい、太蔵です。よろしくお願いいたします。という感じで、はい、まあ、今日はね、サテライト外地へようこそ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いいね。まあね、まあ実を言うとね、まあ別級をしたわけだけど、バー別級か。バー別級したわけだ。まあまあ、分かったね。はい、OK、またね、やろうね。はい、ということで、まあね、役者やって、まあね、いろんな形でこうやって知り合ってね、うん、まあこれも何か縁ですから、そうですね、お互い切磋琢磨して、ね、うん、はい、蹴落とし合って、あ、違うか、もう蹴落ちてますよね、蹴落ちてます、やられた、そうか、はい、また大丈夫だから、はい、ですね、で、まあ一人だけ残っていきましょうってことで、はい、まあ別にね、YouTube 見てる方が役者について知りたいかどうかわからんが、うちはだって語れんのが役者だから、違うことしか語れないですよね、語れないからね、と、うん、いうことで、じゃあまあ、なめたけさんから、あ、いかん、ちょっと、うん、大丈夫ですか、ね、ごめんね。どうしましょう、じゃあ、乾杯。乾杯。はい。チアーズ。チアーズ。ちょっとパラヤツに。うん。やっぱりね、だからまあ、はい、ね、はい、皆さんもほら、役者がさ、別に普段どうやってか知りたいかどうか知らないだろうけど、なんかやっぱりね、そういうこともね、別にその、そうですね、なんていうの、うん、楽屋落ちの話をしたりさ、うん、その、はい、なんか別にネタをばらすこともないんだけど、うん、なんかね、そういうのも、面白いかな。うちはほらよくさ、その名のある人のほら役者さんの本とか読むじゃん。あれはあれですごくこう心がさ、こう動くんだよね。悔しいって心もあるけど、でも、あ、こういう素晴らしい仕事を、こういう素晴らしい環境で、こんなね素敵な監督とやってる時に、こういうふうに人っていうのは動くのか、心がさ。そうですね。それだけでも全然違うってことのようなことを言ってください。はい、どうぞ。なめさんから。はい。こっちね。そうですね。まあ。まあ、自分の最初自己紹介した方がいいですかね、うん、こっち見てお客さんこっちは自己紹介した方がいいですかね、まあ、なめたけつろうと申します。で、まあ、私、まあ、あの師匠なんですけど、まあ、ガオ銀次さんという有名だね、もうお亡くなりになりましたよね、うん、まあ、その人につけていただいた芸名で、まあ、その人の劇団にいたんですけどね、大阪バトルロイヤルという劇団にいました。なんとそこには、はい、今を、ときめく、うん、俺と同い年だけど、うん、大ベテランの顔面狂気の、うん、小沢仁志さんがいらっしゃいましたね。そうですね、まあ、知らないよね、みんなね。だから小沢さんは映画だけかっていうかさ、本編だけかと思ってるけど ね、本まで書いてんだよね、ちゃんとね。そうですね、すごい。小沢仁志さんは舞台、うん、その演出とか本も書いてますし、うん、だから結構そういう本当に演劇の分野でも芝居の分野でも結構ご活躍して、まあ今ではね想像つかないんですけども、していらっしゃいました。まあだからそういうのもね、いろいろ僕は直接そんなに関わってはいないんですけども、ビデオでまあ拝見させていただいて、まあやっぱり結構ねパワフルなお芝居、やっぱり今の V シネにつながっているようなね、そういうような作品で、まあ一度見ていただけたら本当にわすごいなって思うような、うん、いや本当ね、 YouTube でちょこっとなんか流してたよね。そうですね、そうだからまあこれからまあまあね、どんどんいろんな方が出てくると思うんですけど、まだそう小沢さんみたいなね、うん、まあ
面白い作品書いてくれる人がどんどん出てきたらいいなって、そんなふうには思ってます、ね。まあ、話の途中だけど、この間 VCA で小沢さんと初めて共演させてもらったのよ、はいはい。で、まあ、小沢さんが、はい、あのイケイケでさ、うん、で俺が北海道の、まあ、売国道の腐ったヤクザの親分役で、まあ、乗り込んでくるわけ、はい、で俺が、まあ、相馬って役なんだ、小沢さんが、はい、相馬、まあまあ落ち着けよって言うから、絶対向こうは落ち着いて最初来るなと思ったから、うん、俺も落ち着いて、はい、まあまあ相馬落ち着けよって向こうはもっと、うんとか、二人でだんだん来いやんなるほどね、どこで止めようかなと思ったけど、それはね、でもね、いや別に負けちゃうんないからね、そうそう、でもすごくね、なんかね、あ、セリフを見るとね、パッと見るとその台本はなんかバーって言ってくるような感じなんだけど、絶対来ねえなと思ったら、もう案の定ね、どっちが落ち着けよっていう感じがあってね、芝居になって、でも面白かったよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。で、どうつけて。まあまあ、小沢さん本当にだから個性的な方ですね。あ、ガオギンジさんは、ガオさんわかりますか。ガオギンジさんはまあ、湘南爆走族とか、あとはなんだ、あの、マジョラン。マジョラン。応援団もそうだし、マジョランも。結構、あの、主役も、ね、やってらっしゃる方で、うん、テレビドラマなんかでも個性的なものをね、いろいろやってたんですけども、本当ガオー銀次って顔してるよね。そうそう、わしや銀次じゃーじゃあね、なめたけつるろって顔だよ、ね、だからもう本当ね、この人たちはみんなすごい芸名でね、うん、朝たちまるさんとか朝日丸犬千代さんとかドンレオ富士さんとかね、みんなすごい芸名な方もね、いらっしゃいまして、まあ、まあ、あとはまあそういう関係でいろいろまあビーバップハイスクールの関係の人でも結構つながりあったんですけど、みんなやっぱり純な方が多いですね、うんうん、一緒にやってて思いました、うん、本当芝居がやっぱり好きでね、そうですね、で表現したいっていう人たちが本当に、うん、なんていうの、精神誠意込めてさ、そうですね、やってる感じだよね、だからまあ自分もまあこのもういい年になってますけども、これからもそういう気持ちを忘れないでね、一緒、うん、なんかやっていけたら、うん、もう一回言って、まあそういう気持ちを忘れずにやっていけましたら、うん、あ、もう一回言って、違う違う違う、え、こうやって気持ちを忘れずに、うん、お芝居を続けていけたらいいなと、うん、違う、続けていかれたら、続けていかれたらいいなと、ラヌキは絶対ダメよ、ラヌキはしちゃうんですね、いや、うちら、まあ、ドラマでさ、もうテロップ出るのが最悪だけど、そういうバラエティでもテロップ出て、テロップにラって書いてあるのに、うん、言ってるやつ一人もいないよ。いや別に正しい正しくないじゃなくて、うん、やっぱりさ、耳に心地いいね、うん、あの日本語をやっぱりうちらは語るべきだよ。そうですね、どんなさ、役であろうと、うん、いや今のやつは言わないからいいんじゃないじゃなくて、うん、せめてうちらがさ、その、だって特別なさ、うん、この状況をやっぱりドラマってやるわけじゃん、ね、だったらその中でやっぱりその他のところで心をなんていうの乱されないような、スッと心に入っていくような日本語を言うのが最低のうちらのさマナーだよ、だって他大したことじゃやってねえ、そうっすね本当もう腐れ気道なんだから、そこぐらいはいや、そこぐらいはやって、ね、うん、だから、ラと、あと、ビダ君を、やっぱ、ビダ君ね。何やねん、が。そう、が、が、が、だね。が、大事です。だから、あれだ、うん、ね、皆さん、これ知ってます？今日午後、学校で、剣劇ごっこ。今日きっかけ聞く子がごく期間期で、きっかけ聞く気か、期間期か、お午後とくいくいきっかけを聞く。これが、ビダ君の練習ですね。あ、まあ、これぐらいは、あはじゃないよ。何でやったのでも、まあ、できてるからいいけどね。まあ、フランス語で言うとネイザリングだよね。鼻が、ボンジュールオンだよね。ボンジュールオンでしょ。だから、うちらも、だから、要はね、はい、だって私が一番っていう時に、がっていうのは女子だから、私がって、私がって言っちゃったら、女子に力がつくわけないんだから、自分が一番っていう時は、私が一番でしょ。で、私が二番じゃなくて一番って、私が一番なんだ。その時絶対がっていうのはがにはならない、うん、っていうことを言って、はい、体操行こう、はい、はい、これがカメラだからね、はい、はい、十分語ってください、はい、自己紹介から、はい、どうぞ、あ、海蔵と申しますよろしくお願いいたします、あ、独特モンスターがやってきた、はい、違うの、はい、フォローしてよ、あ、はい、はい、大丈夫、すいません、はい、ちょっとあんまり冗談とか通用しないたちなので、非常に真面目なんですよ、はい、そこをね、はい、あのね、前、はい、どうぞ、はい、はい、